サッカーファンの皆さん、こんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードをお楽しみください。実況は西岡明彦、解説には指導者としての道も歩み始めた福西崇史さんをお迎えしています。見逃せない試合になりそうですね。なかなかいいカードになりましたね。それぞれ戦略があるでしょうが、それがうまくはまるかどうか、キックオフから見ていきましょう。危ない場面もディフェンスがクリア。ボールはゴール前へ。クロスを折り返しました。オフサイドです。決定的でした。強いですね。ボールを取られません。ロブで裏を狙います。ここからどうするのか。視線が中にいった。さあ出すか。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。仕掛けてくるのか。1点リードにできるか。試合開始から間もなく、早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。ここはサポートがあります。中央にクロスが上がった。ちょっと力がありません。これではキーパーに勝てないでしょう。スローインです。ロビー・キーン、ゴールキックから再開になります。コール、マルキッシオ、ボールはサイドの選手へ。ここはディフェンダーが読んでいました。ゴールキックになります。エルム、いい位置です。折り返せるか。見事な連携でボールを動かします。これは見事なインターセプト。ボールがラインを割ってゴールキックです。インターセプトされました。この位置からプレッシャーを受けている。これはファールですね。フリーキックが与えられます。サム、チャドリ、危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。味方につなぐこともできます。これは見事なインターセプト。いいボールでしたがここはクリア。サイドが空いています。ファーポストにクロスが渡る。入った。ゴール。浮いたボールを体をひねりながらシュートしてきました。
なんというテクニックでしょう。ドログバ、サム、ナイスディフェンスです。パスをこの位置で防ぎます。ボールを奪われます。ボールを持って上がります。マルキッシュ、パスがつながります。ゴールキックから再開です。ラインを割ってスローインです。タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。これはどうしましたか。相手にスローインを投げてしまいました。パスが通りません。ファールの判定です。フリーキックですね。ここは素早くリスタートしました。主審がゲームを止めます。オフサイドです。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ディフェンスの対応が光ります。相手に奪われます。前半終了して1対1、両チーム1得点で折り返します。前半が終了しています。ここまでのスタッツは、さあ後半戦の開始です。ここまでは均衡した試合でした。エルム、現在スコアは同点。ボールを回してチャンスを伺います。マルキッシュ、ペレス、ボールを運びゴールに襲いかかります。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。ボールはサイドの選手へ。フリーキックのようですね。レフェリーがファールを取りました。レフェリーカードは出しません。注意で済みました。お互いヒート、ここは打てるか。まだまだです。勝ち越しゴールが決まったかと思ったんですが枠に阻まれましたね。運がなかったと思うしかないでしょう。
ここはドリブルで前に出ます。エルム、サム、ロビー・キーン、ボールを失います。スルーパスが味方に通る。いいところに出た。ゴール、素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。パスをサイドに送ります。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、体を張ってボールをキープしています。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。インターセプトでチームを救いました。サイドに展開します。強く蹴りすぎたか、直接キーパーに渡りました。キーパーが軽々とさばきました。何かしてきそうですが、このシュートはクロスバーを越えました。狙いは最高でしたが、わずかにコントロールし損ねました。サム、この選手が視点となってパスを回しています。いいパスが出ました。クロスは簡単にカットされました。ここはつなぎません。タッチラインにクリア。さあクロスか。チャドリ、ボールを奪われました。この位置からプレッシャーを受けている。ドログバ、マルキッシオ、見事なタックルです。ボールを前に運んでいく。中にスペースがあります。エルム、しっかりとしたディフェンスです。深くえぐっ、決まった。ピッチ上の場所を問わずプレスをかけ、ボールを奪い返してのゴール。体力的にも厳しい中でのプレーでしたが、見事です。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。ボールをクリアしました。フリーでしたね。マイナスにいいボールだ。前でインターセプトした。危ない場面もディフェンスがクリア。スムーズにパスを通します。これはスローインになります。ペレス、これは通しません。硬いディフェンスです。うまく読んでいましたね。中盤、このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。前に押し出します。
膠着状態が続いていますが、試合終了まで何が起こるか分かりません。このパスはカットされます。いい形でゴール前まで持ってきました。1点リードにできるか。同点のままかと思われましたが、ここで貴重な勝ち越し点が入りました。よく冷静に決めましたね。このゴールは大きいですよ。クリーンなタックル、ボールを奪いました。ここで試合終了です。チームは敗北し、勝ち点を積み上げられませんでした。まだシーズンは残っているとはいえ、こういう流れが続くのは避けたいですよね。早急にチームの悪い部分を洗い出し、修正していかないといけません。ファーポストにクロスが渡る。は、深くえぐってマイナスに出す。